ゴールデンウィーク明け初めての動画になります。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。ゴールデンウィークは楽しみましたか？はい、私はですね、ひたすらファミリーデーでした。獲得標高なんとゼロ、走行距離ゼロメートルをですね達成させていただきました。ありがとうございます。はい、もうね全然チャリ乗ってないっていうね。でね、今日はね自転車ニュースのお時間でございます。今月もやってまいりました。はい、でちなみに買ってよかったものランキングね、4月買ってなかったんでお休みでございます。はい、5月にねまた何か買ったらご紹介させていただければなと思いますのでよろしくお願いします。今回ね用意した自転車ニュース5月編は3つでございます。個人的に扱ったネタが多いんですけども、ご紹介させてください。まず1つ目は新型のドマーネが出るでしょうという話でございます。はい、僕普段メインで乗っているロードバイクがトレックのドマーネっていうバイクなんですけど、そのトレックのドマーネがですね、ちょっとそろそろ新型出ちゃうんじゃねみたいな感じになってます。てか多分絶対出ます。はい、先日ですね、ロードバイクのレースで、海外のねロードバイクのレースなんですけども、パリルーベってですねすごくねビッグなレースで新型のトレックが導入されております。はい、おそらく新型だろうっていう感じですね。プロトタイプかもしれないんですけども、選手が乗っていて、しかも勝っちゃったということで、もうみんなざわざわとしてるわけでございます。トレックって3年に1回かな、バージョンアップしてモデルチェンジするんですけども、次がね、まさにドマーネの番だったのかな。いくつかのサイトで紹介はされてるんですけども、僕が見させてもらってるこのロードバイクはやめられないっていうですね、ブロガーの方がですね、すごい細かくやっていて分かりやすいんで、皆さんねぜひ見てみてもらえればなと思うんですけども、これ見るとですねアイススピードが1個消えてんなーっていうのが第一印象ですね。ドマーネといったら衝撃吸収すごいよ、乗り心地最高だよってバイクなんですけども、アイススピードっていう衝撃を緩和させる技術っていうのがパッと見ですね、後ろシートポスト側の方にしかついてないなというような印象ですね。ヘッドにもこれまではアイススピード入ってたんですけども、このバイクに関してはちょっと入ってなさそうだなというような印象です。で、全体的にエアロね、この辺はもうトレンド今時の感じですけども、エンデランス特化というよりかは速くてエンデランスといういわゆるオールロード化したバイクなのかなと個人的には思ってます。シートポストもですね、今まで専用のシートポストだったのがこれを見る限りだと普通の丸型のシートポストになってる感じですね。僕みたいに超素人な人でもパリルーベっていうとすごい有名なコース、レースで、ひたすら独走して勝利しちゃったバイクなんですけども、それでかなりね今回話題にはなってるんですが、どうやらエアロ性能をかなり上げつつアイススピードをちょっと変えた、またはある程度なくした、わからないんですけども、そんなようなイメージですね。エモンダがエアロで軽量に対して、もしかしたらドマーネはエアロで快適みたいな、そういう住み分けをするのかな。マドンはどうするんだろう、もうエアロ特化にするのかちょっとわからないんですけども、いずれにしろですねドマーネ持ちの私からするとちょっと気になるニュースでございました。次はですね、和風ね、僕もサポートしてもらってる和風なんですけども、がバーチャルサイクリングアプリをね買収しました。 RGT っていうですね海外の、簡単に言うと Zwift みたいなやつです。もう和風は本当にノリに乗ってますね。ちょっと前にスピードプレイもね買収して、今度はサイクリングアプリということで、トータルパッケージで和風の製品買えば外でも和風使えて、中でもローラーで遊べて、ハード面バッチリで、ソフト面もかなり今充実、力入れてますよって感じなのかなと思いますけども、僕ね早速試しにやってみました。はい、別の動画でもしかしたらねちゃんと詳しくやるかもしれないんですけども、感想を言うと UI 等々そういったなんか全体的に綺麗になった Zwift といったような印象でした。 Zwift が任天堂で言うなら和風 RGT はプレイステーションって感じですね。 Zwift が少しちょっとこう可愛い感じというか、ロゴの感じとかフォントの感じとかちょっと任天堂感があるんだけども、 RGT の方はプレステ感があるから、ちょっとおしゃれな感じ、フォントとかそういう、グラフィック系もグラフィック面も含めてそんな違いがあるかなと
思いました。正直まだユーザー数は全然少ないんだけども、結構印象良かったです。動作も全然重くなかったし、トレーニングプランとか、あとイベント、レース系も一応ありますし、あとね、普通に走るとかもありますけども、結構幅広いいろんなステージがあったりとか、まあもともとね、存在してたアプリケーションだけあってですね、かなりこう、なんていうんだろうね、クオリティの高いアプリだなと思いました。はい。もちろんね、ズイフトみたいにこう U ターンとかもできるし、勾配もね、きつくなれば当然きつくなるとか、そういった感じになってますかね。和風の中の人にも教えてもらったんですけども、1キロコースでのエリミネーションレースみたいなのもあるみたいで、まあどういうことかというと、こうみんなで用意ドンで走って、一番後ろだった人がどんどん脱落していく、周回ごとに。で、最終的に残った人が1位っていう、そういったなんかデスマッチみたいなレースとかがあったりとか、結構なんかね、見てる側も面白そうだなっていう、内容もあったりとかですね、なかなか期待ができるなと思いました。はい。まあただね、Zwift と違うのは日本語の対応がまだできてないので、これ日本語対応されれば結構いいんじゃないかなと、個人的に思いました。また今度ね、動画なんかでも紹介する機会があれば紹介しますけども。次いきます。自転車版のテスラと言っても過言ではない、ワンムーフがですね、新型出しました。S5 と A5 っていうですね、新しい自転車を出しました。はい。僕もね、ワンムーフを持っていてですね、S3 を僕は持ってるんですが、それのバージョンアップモデルということで、こう結構いろいろとですね、グレードアップしてます。ワンムーフはね、オランダのメーカーなんだけども、もうめちゃくちゃ大成功しているところで、1億円以上の、ね、資金調達に成功してたりとかですね、自転車界隈の中では結構異例のすごいメーカーにはなってるんですけども、そんなバームウーフの新型軽く見させてもらいました。実物はまだないんですが、で今回はスマートフォンね、前回もアプリでいろいろ操作できたんですが、これをねガチャンとバイクに取り付けて、速度とか走った距離とかマップ云々を全部ですね表示させることができます。本当にテスラみたいなもんです。テスラも、でっかい iPad みたいのを車にバシンって貼ってあって、そこでこういろいろね、電池の残量だったりとかいろいろチェックすることができるんですが、それがそのまま自転車についたと言ったようなイメージだと思います。はい。これすごいですね。めっちゃ気になります。バイクにね、近づいただけでロック解除できるとか、当然ね、盗難防止システムの建材だったりとかですね、本当に未来の自転車だなと。バームーフの V はですね、45万円という結構高い値段にはなってるんですけども、1万台を売ったということで、やっぱすごいねと、世界的に E バイクの需要高まってるんだなとすごく思いました。はい、絶対レビューしたいなと思ってます。はい、ガジェット好きとしてはもうこれは本当にいいよね。ということで5月の自転車ニュースは以上でございます。はい、個人的に気になりすぎてしまったやつがちょっとあったんですけども、まあね、皆さん的にはどうだったでしょうか。はい、またね、6月も楽しみにしてください。では、今回の動画は以上です。お疲れ様でした。